社長、あのもうそろそろ休憩時間終わるんで、ちょっと見てほしい、ちょっと見てほしい。もうまたマーモットの話ですか。やめろや、やめろや、やめろや。でこれとかも見て。はい。え、なんなんみたいな。なんなん、やめてや、やめてや。マーモットに詳しいですね。マーモットの生態めっちゃやばいで。マーモット攻撃力ないんやんか。だからさ、スワードに住んでるリスも一緒やねんけど、集団で暮らしててお腹空いたらそこに出てきて、ででも捕まんねん、キツネとかに。で捕まったらもう死ぬねん。ね、攻撃できんくて、唯一できる攻撃が悲鳴を上げることやねんか。悲鳴を上げる。そう、敵がいると思って仲間を助けることはできる。でも自分は死んじゃうねんやんか。でめっちゃ太ってるやん。めっちゃ太ってる理由が1年の半分以上を越されへんから、冬を冬眠してんねんか。だから蓄えてんねんけど、冬眠中お腹空きすぎてそのまま餓死する。めっちゃかわいそうじゃない。やばいな。ちっちゃいおっさんとかせえ。なんかそれが可愛いと思って、もうマジで会いたい。しかしかし、ドキュメンタリー撮りましょう。追いかける、追いかけましょう、マーモット。やばいや、山登りされたいだけやん。